船橋市の人口は現在61万人を超えています。これまでに多くの人が船橋で成人を迎え、社会で活躍しています。今週初めは新成人の門出を祝う成人式の様子をお送りします。1月13日成人の日、未来への第一歩を今仲間と共にをテーマに、平成26年船橋市成人式が船橋市民文化ホールで行われました。今年のテーマには、共に歩む仲間、育ててくれた両親、そして船橋という素晴らしいふるさとがあるので、躊躇せず勇気を持って新たな一歩を歩み出してほしいという願いが込められています。今年成人式を迎えたのは平成5年4月2日から平成6年4月1日に生まれた5404人です。平成5年は J リーグが開幕し、日本サッカーに新たな歴史が刻まれた年でした。船橋市では市民ギャラリーと坂道センターが完成し、全国に先駆けてドクターカーの24時間運用を開始しました。式典当日は快晴に恵まれ、会場には色鮮やかな振袖や羽織袴、初々しいスーツ姿の新成人が続々と集まり、友人との再会に喜び合う様子があちらこちらで見られました。中学校の友達と会えて、嬉しい気持ちと大人になった気分で責任感が増す。両親に感謝したいです。まだ実感が湧かないですね。明後日誕生日なんで、まだ19歳です。政治とかも興味があるんで、選挙権もちゃんと持ったんで、責任を持って成人として生きていきたいと思ってます。親に感謝して、ちょっと立派な大人になりたいと思います。成人式の式典は中学校区に分けて午前と午後に開催され、いずれも松戸徹船橋市長から新成人へお祝いの言葉が贈られました。皆さんにはこれからのいろんな出来事、時間というものを大切にしていただいて、その中で自分が歩むべき方向性、歩むべき力というものを養っていただきたい。その後、昨年船橋の名を全国に広めたふなっしーのビデオメッセージが流され、会場は盛り上がりを見せていました。そして20歳のアピールと題したステージでは、音楽大学に通い琴を学ぶ池田若菜さんが艶やかな音色を奏で、和の心と成人となった喜びを表現しました。練習をして今日の舞台に立てて嬉しいです。これからはもっと自分のだけではなく、みんなで何か最後に一つやるっていう面で、すごく演奏会のとかに役に立ったかなと思います。またこれから社会に出る不安や、友人の素晴らしさ、船橋に生まれてよかったといった熱いメッセージを伝えようと、鴨拓磨さんがこの日のために作った曲を披露しました。この他にも吹奏楽やバンド演奏など、息の合った音楽に会場は盛り上がりました。みんなでバンドやれたこともそうだし、国歌を歌えたこともそうだけど、その思い出に残るっていう点では良かったと思います。式典の最後には出演者をはじめ、市長や来賓の方々がステージに上がり、船橋成人手締めを行いました。
これは今日まで支えてくれた家族や仲間に感謝すると同時に自分にもエールを送るというもので、毎年成人式の締めくくりとして行われています。すごい盛り上がってとても楽しかったです。なんかバンドとかみんないろいろ盛り上げようとしてくれてたんで、すごい楽しかったです。もうこれから、まあ、成人なんで気を引き締めてまた頑張っていきたいなと思ってます。成人式では中央公民館6階に寄り道広場が設けられ、1年後の自分や両親に手紙を出す未来ポストコーナー、また似顔絵コーナーなどでこの日の思い出作りを楽しんでいました。また中学校時代の恩師からのメッセージコーナーでは、同級生と当時を思い出しながら懐かしい先生からのメッセージを見つめていました。船橋市の成人式は新成人の代表を中心に企画と運営が行われ、これまでに何度も会議やリハーサルなどの準備を重ね、この日を迎えました。ひたすら楽しかったです。初めは緊張したんですけど、やっぱりでもやってみたらすごい楽しかったです。医療職に就こうと思っているので、このきっかけを通していろんな人に物事を伝えていく、そういう方になったらなと思います。今回こうやって成人式を迎えて、まあ、司会で出演するっていう思い出も残して、まあ、僕も本当にそのテーマに、未来への第一歩を今仲間と共にっていうテーマに沿って今後の人生歩んでいけたらなって思います。就活が決まったんで、そこでうまくやっていけたらいいなって思ってます。看護大学行ってるんで、看護師を目指して勉強頑張りたいと思います。ウェディングヘアメイクなので、たくさんの人を幸せにしたいと思います。大学で電気電子工学専攻してるんで、まあ、いいエンジニアになれればいいと思います。今まで、まあ、親に頼って生活してきた部分も多かったので、これからは、まあ、少しずつでも自立していけるように頑張りたいと思います。大人への第一歩、たくさんの希望や大きな夢を胸に踏み出してほしいと思います。続いては健康づくりに役立つイベント、ヘルシー船橋フェアの模様をお送りします。1月16日木曜日から21日火曜日までの6日間、東武百貨店船橋店で第27回ヘルシー船橋フェアが開催されました。このイベントは船橋市と市内の医療、福祉、保健関連の各団体が企画・運営するヘルシー船橋フェア実行委員会が主催し、市民の健康増進に役立ててもらうため毎年この時期に行われています。確実に高齢化も進んでおりまして、高齢者の数そのものはもうどんどん増えていっております。やはり町づくり、これからどんどんいろんな形で進めてまいりますけれども、なんといっても日頃の市民の皆様の健康を確保するということはなんといっても大切でございます。この私ども船橋市会、市会市会薬剤師会の3市会が一体となって皆様方の健康を守るべく日夜献身的な努力を重ねております。ヘルシー船橋フェアなんですけれども、今年で27回目を迎えまして、でご本人自身の健康とですね、あとそのご本人を含めたご家族の健康について考えましょうということで、そういったことを目標といいますかテーマで今回は開催しております。会場には血圧や血管年齢の測定、保健師、栄養士などによる健康相談、薬剤師、医師による医療相談など16のコーナーが設けられ、連日多くの人が訪れました。毎年血管年齢測定コーナーは人気を集め、今年も長い列ができていました。血管年齢の測定は心筋梗塞や
脳梗塞などを予防するために大変重要で、参加者はいつまでも若々しい血管年齢を保つためのアドバイスも受けていました。動物性タンパクよりも、ね、こちらの方がいいんですね、はい、あとあの青魚とか、はい、あと続けていただければさらにあの良好な状態を続けることができると思います。もっと年齢よりはずーんと高かった。でもこういう、ね、数値で見ると年いってるんだなということを分かりますね。あの年齢が少し若かったです84歳が74歳でやっぱり気持ちが楽しくなります、若いって言われると味噌汁試飲コーナーでは食生活サポーターから適切な塩分濃度が紹介されました。日頃自宅で作るものとの塩辛さの違いに気がつく人も多く、市販の商品の塩分表示なども合わせて塩分の適正な摂取量について紹介されました。家でも常に気をつけてますので、このくらいの薄味だったらいいかなと思ってますけど、出汁をしっかりとれば味噌が少なくても美味しいし、子供もすごい飲みやすいなって思いました。主人が血圧が高くて結構あの塩分の濃いのを、ね、好むんですよ。だもんでちょっと勉強しに来たんですけども、いろいろ教えてもらって参考にしようと思っています。イベントコーナーでは各団体による講演や健康体操などが行われ、高齢者介護相談コーナーや介護機器用品展示コーナーなど介護や福祉に関する情報も多く紹介されました。だからでもいいですよね、こういうのをやるとね。やっぱり今勉強になって塩分のあのが多いんでびっくりしちゃった、自分が食べてるものだから勉強になりますから、いやいいなと思って。血管年齢が割と良かったので、あのこれからも健康に注意したいなと思ってます。はい、いろんなアドバイスもさしていただけるので、もう年齢からいって健康に気をつけてますので、すごく参考になります。これ楽しみに来てます。自分の健康は自分で守るというのが本来の姿でございますので、私どもはあくまでもその応援をさせていただけるという意味で、皆様方一番大切なことは基本は、栄養と運動と休養、この3つのバランスをよくお取りになって常に自分の健康を維持していただきたいというのが私ども一同のお願いでございます。船橋市では今回のフェア以外にも健康維持のための様々な健康講座や相談事業を行っていますので、ぜひご参加ください。それでは最後にお知らせです。市内の小中学校の運動場と体育館をスポーツ活動をしている団体に無料で開放しています。対象は市内在住、在勤、在学の10人以上の団体です。現在平成26年度の利用団体を募集しています。利用には事前登録が必要で、施設、種目、学校ごとに貸し出す条件が異なります。また1団体1校のみの登録となります。利用をご希望の方は2月15日土曜日までに希望する学校の体育施設開放運営委員会へお申し込みください。2月1日土曜日、船橋市中央卸売市場で船橋楽市を開催します。当日は船橋市場が一般開放され、新鮮な野菜や魚介類などの買い物が楽しめます。また先着500名に新鮮な船橋産ほうれん草のプレゼントがあります。それでは今週はこの辺で失礼いたします。